人の恋愛が大嫌いな僕が選んだこちらののこのこの恋物語。まあのこのこだから大丈夫だとして、数あるね恋愛をまあちょっとそれ勘違いするわみんな勘違い、コースをやってきたね、恋愛コースをやってきた僕が今回のこのこちゃんでございますよ。これは右行くと出会うのかな、運命の人誰だ、可愛い子にしてよ。いやウリ二つウリ二つ全く一緒、双子かなこれは。いやここからさ、じゃあ右行くと、あえじゃあ何何この BGM、 いやウキウキするなって跳ねるな、表現で表してくんだよ。でなんかホヤホヤになったね、やだまた僕が嫌いとするジャンルのやつだよ。プリクラ一緒にとってなんかおそろの服着よみたいなね感じから出たベイビー、早くない展開が、急展開すぎない。でそこから一軒家の一戸建てを相手に入れましたと、いやちゃんとしてるな物語。え何怖い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 、え何この子は、えやられたやんけ、ママまいやいやお父さんしっかりして、パパパパでしょ、何やってんだよお前、え怖い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 、いきなりホラーになってんだけど、おい骸骨なっちゃったってお母さんが、おい無表情に、ね、お前進むのやめろよ、助けろよ、から助けないといけないんじゃないの、土管の中に入ってて、あ中間だね、何これ、ここから僕がやるの何の操作、えなんで僕お母さん助けなきゃいけないの、物語見るっていうだけだと思ってたんだけども、いや子供めっちゃ働くやん、おとパパ何してんのと、あで、はいはいはい、まあ、どん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 物語進んでいきますと、いやお母さんどこ行った、えだ助けに今旅に出てるってことなのかな、爆弾やって、じゃあ僕がね助けてあげるっていうことのお話よね、はい、じゃあ進んでていいよ、早くママに会いたいよ僕も、早くママに会っておね、でもさ、お骨になってるよね、お骨から生き返ることでできるの、いや長ぁ、まあ、出た出た、因縁のお母さん助けるんだお前たち、いけ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 、いやいっぱいいるな、一つ一つ、いや全員倒れるんだ、いやめちゃめちゃ弱かった。でそこから進んでって、いやでもお母さんさ死んじゃってるんだよね、いや痛い痛い痛い、ママが骸骨になったままいて、でそっから何、おお命を子が吹き返るのが宿した、まあまあハッピーエンドで家族でまた一緒に、はい、子供はベイビーがいい、またまた怪しい音楽が流れたぞ、これも2人目、これも予想通り、今度は妹だ、よかったな子供ベイビー弟ね妹ができて、でそこからまた家に行っての、あーゴールっていうことで、あこっち何エクストラステージみたいな、エキストラか、はい、で、あー何エンディングロールみたいに流れちゃってるけど、ワンアップで左のところ入ってみましょうか、一戸建ての一軒家、あー子供いたのね、子供すくすく育ってるよ、あーいやあんなところにあると思わないじゃん普通に考えて、何なのこれは、宝物的な感じで置いてあるけど、いやいやいや、いやはめちゃったよ、いいんで住んで僕が、で子供と、はいの部屋と、あーいっぱいポーマイやめなさいって、産むな産むな、めっちゃ子だくさんからアイテム欲しいな、でいい、蹴散らしてこ蹴散らしてこ、お前らお前らそんなに産むなよ、まあでも少子高齢化ですからね、いっぱいなんか産んだ方がいいのかね。でじゃあこの右には何があるんだよ、ビルだよ、建物のところで、あーなるほどプリズンって書いてあるな、牢屋悪いねポリスね、あー ポリスやっちゃったけど大丈夫かな、はいということで、こういう形で最後のエンドロールが見えたって、あ面白かった、内容ちょっと深かったな、じゃあワンアップ最後取ってねゴールしたいですね、よし面白かった、ありがとうございます。いやいいな、人の恋愛はあんま好きじゃないけど、こういうのはなんかホッとしていいですな続きましてこちらのコース、トレインコースだね、まあ、言ってることわかんない、もうちょっともうわかんない、ピンとこないかもしれないんだけど、このコース見ればああそういうことかってわかるからちょっとまあ皆さん落ち着いてね、おーワンアップ隠れミッキー的なそういう要素がありの、これらよすごい機関車トーマスだ
え、これこっちに右進んでたら30個いらねえ。すごいおまけみたいな、んでちょくちょく出てくるそのワンアップ。もう機関車といえば修学旅行とかでね、よくね、あの社会科見学とかで行かなかった？もうあの行かなかったわ。普通に嘘ついた。お、すげえ、この中に入ってて、いや誰もいないんだけど、乗客、いた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 、カメさん。大丈夫かな、ごめん、捕まるんだよね、なんか法に引っかかりそうなんだけど、住民乗ってるやつら、こう大砲持ち始めちゃった。ファンキーだねこの人たち。でどんどん進んでいきましょうか。機関車トーマスやなこれは。ね、なんか障害物置くのやめて、死んじゃうんだけど普通にね。よいしょ、中華を取っていて、どんどん右に進んでいきましょう。あ、いいな、僕一回もさ、人生でこういう機関車とかっていうの乗ったことないからね、ちょ怖いんだけれども。これ蒸気機関車とかって火で動かすんでしょ、薪とかを焚いて。いやすごいな。全く全然関わってないけれども、これなんだこいつは。そんなことより、いやピンクのよくわかる、いやさめっちゃパリピ。すげえな、最後に出てくるボスちょっと嫌なんだけれども。待って、え、これ倒せてないんだけど、全然ダメージ食らってなくて、食らうんだ弱。何なん、何がしたかったんだ、あのね、動かしてる人だったのかな、店長さんみたいな、そういう感じ。乗車なのよくもね言えないから。今日あんまりね日本語喋れない日なんで。よろしくお願いします、ありがとうございました。いや実はここだけの話ね、オールないよね。僕もあなんか頭おかしくない、テンションがさ爆上がりないよし、なんていう、なこれなんていうんだっけ、あれよ、あれを言いたかったんだけれども、もう出ないんでもういいです。深夜テンション、深夜テンションを言いたかったの。もうね、僕はもうちょっといろいろ作業があってね、やることがあったからちょっとこんな時間になっちゃう。もうお昼だよ、お昼でオールしてるんだけどさ、気持ちよく1位になってさ寝たいのに、お昼寝してまた夜さ、よいちょ用事があるからやんなきゃいけないのに、なんでこんなことになってるんだよ。待って、ね、全然みんな早くない、ちょっとどうしちゃったのかな、気分転換にね、そういう、え、僕のコントローラーがもしかしたらもう寝てる可能性ある。言うことが聞かないんだけど、そんなことある、寝るんじゃねえよ。よいしょ、ちょっと待って、ね、まあ頭動かしていけ、大丈夫、ここからはいジャンプして、まだ間に合ってる。ああ、左に行くやつはさ、確かにあそこに扉開けてって言ってね、あったよね、それね、ここなんだよな、あるところな。マリオルイージファッキュー。あ、よし、いいぞ、ここで取っていく、取ってって、いやー僕も入った。最悪だ、それはもう手遅れな可能性。あら、なんで死んでるの。よしイエスイエス、これどうしよう、これどうすればいいんだ、ドアラ、ちょっと待って、やめろ、ねえなんでそういうことやるの、ちょっとこういうこと、いやー待ってよ、こんま中間なんか、後半戦よ後半戦、ここでいける、いやーこ滑り台、ぷくぷくじゃなくて、なんだっけあれ、モグラのモグちゃん、モグラのモグちゃんから、はい、うわ何これ、ちょっと待って、やば、滑る。最悪なんだけど、今行けただろ。なんかチャイムが鳴ってる、もうどうせダメなんだよな、分かってる、もう諦めてるよほぼ。あー終わったよ。いやこんなんじゃ終われないよ僕は。危ないね、もう逆に元気ピンピンになっちゃったこれで。でこう叫びすぎてさ、よーちょっと待って、気合い入れて、とりあえずピーチになったらこっちのもんよ、もう勝ちでいいや。もう勝ちでいい、1位でよくない、ピーチイコール1位でさ、ピーチじゃなかったよ、もう頭が狂っている。あー投げ外交しないでね、みんな仲良くしよう、仲良く交流、バリアフリーが重要、このゲームバリアフリーが、てめえらさ、待って、はい、ギリギリもうよ、これギリギリもうからの、ここで、いやすごい入れるんかい、うわー騙された。いやこれワンちゃんね、こっちの可能性あるよ、こっちの可能性ないんですか、それ言っちゃうと僕ので意味なくなっちゃうから。あー出た、滑り台、楽しいな、これずっと下押してればいいだけじゃねって思うよね、ここで。いやー抜かされるんだ、それは抜かされて、いやまだ
だいける気がするんでる。はい、ざまあれ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 、どうしちゃったのかな、遅いから遅い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 、いやいやいや、こっからいや、まだいけるまだいける、いや、いやもうなんか準備運動終わったね、そろそろ本気だしそろそろ、いや今までさぶっちゃけ足でやってたところあるから、そろそろ手使うかね、なんならこれ DS でやってたしね、スイッチ使っちゃっていいですか。おー、また戻されて、これさ、こうやってオフスイッチのフラワー先に何年に断るの、いやもうないじゃん、それそれもうないやん、確定じゃん、何してんのかな、危ないよね、それ危ない、なんか持っちゃった、僕トマトトマト宅配アマゾンで届けようとしちゃったね、いやいやいや、何してんのルイージ、何してんの、お前何してんのルイージ、ルイージ何してんの、危ねえ、変なことすんな、ここからマリオがワンチャンで、ね、マリオが、ね、変なことやってくれれば僕の1位が輝ける気がするんだよね、いやいけるいけるいける、いやゴリ押しゴリ押しゴリ押し、まだ大丈夫まだ大丈夫よ、まだ大丈夫、何してんのかな何してんのかな、透明人間になってこれはこれはやばい、よーしいけるいける、マジ集中して集中して集中、どこで、うわーなんだこれ、よしどこ、よしさんどこにいるんですか、頼みます、どっかにいるって分かってるんです、えこっちだよな、絶対僕ここにかけるよ、ここにヨッシーがいるってかけるからね、ね、その卵があっちにあるからっていう風に言ったまま、これは何もないのかな、じゃあなんでこの霊がやっぱあるんだよな、ヨッシー、そういうとこに乗らせて、ね、乗らせてよ、早く僕が1位で、いやいるんだよな、みんないるから、それこう乗り捨てたらダメなんだね、乗り捨てたらダメだよ、これ向こう、はい、早く加速してって、いけ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 るぞ、キラピカに盗まれるな、これだけこれだけ頼む頼む、よしよしラスト、いやなんでなんでなんでなる、やったー1位だー、ありがとうよ相棒、今日はぐっすり眠れます。はい、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録のやり方は、パソコンの人は右のボタンから、携帯の人はね、概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そしてね、ツイッターも毎日更新してるのでフォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。